これ去年もきっとね、くまも踊ってるから分かるお友達多いと思うけど、ちょっと一か八かでやってみましょう。じゃあくまモンがあるポーズをします。何のポーズか当ててください。じゃあくまモンお願いします。じゃん。さあこのポーズです。何のポーズか分かるかな。分かった人手挙げて。はいよ。お、ちょっとじゃあお兄さん聞きに行けますか。下に行けます。すごい。行ってきます。行ってきます。走りじゃないですよ別に。走りじゃないですよ。お兄さんね今近くにいたから。山。山。お山と答えてくれました。山だったよ。熊本。熊本お山かな。惜しい。わあ、お山。お山にも確かに見えるね。答えてくれたお友達に拍手お願いします。大きな言葉でね、大きな声で答えてくれました。お山じゃないよってなんだろうね。もう一回ちょっとしっかり見せてあげて。せーの。ああ足をねしっかり開いて、ちゃんと。お山にも確かに見えるけどお山じゃない。でも熊本のおにぎり。おにぎり。熊本おにぎりはこうだよってかわいいね発想が。やっぱりおにぎりって。ありがとうね答えてくれて。お山に見えるね。お山でもないおにぎりでもない。ラーメン。ちょっと全然違う発想が出てきましたけど。ラーメンはこうだよって言って確かにね熊本ラーメン美味しいですからね。熊本ご飯。食べ物限定なのみんな。ちょっとちょっと熊本もう一回ちょっと見せてあげて。せーの。よいしょ。確かにこことんがってますね。おにぎりにしかもう見えなくなってきたろ。おにぎりじゃないんだな。熊本の有名な建物です。大きなおにぎり。大きな建物で。大きなね。食べ物じゃないんだ。建物。分かった人。あ、じゃあちょっとお兄さんの番ですよ。お兄さんの番。お兄さんの番。行け行け。なんかな。あ、ちょっと前に出れるかな。東京タワー。東京タワー。熊本。東京タワー。えらい都会もんになったね熊本ね。惜しいな。確かに建物だもんね。答えてくれました。拍手お願いします。東京タワーはね東京っていう場所にあるんだ。熊本にあるから熊本って何かつくよ名前に。熊本。熊本。おお、お兄さん。お兄さん出番です。出番です。もう一回答えてもらおう。熊本城。正解です。拍手。ごめんねくまモンね。あいよがタッチありがとう。答えてくれたけ。みんな前にねお友達今答えてくれたお友達前にあまり興味ないかな。もう見てもない。タッチしてよかよ。答えてくれました。ありがとう。